New York Pilates Video Podcast Catherine です。Kimberly です。今日のエクササイズはボースを使ってサイドラインレグディッシュシリーズ1。そして、まあ、自分の大転子はてっぺんの上に乗せて、そして上から見ると一直線を作ってください。自分の肘は自分の肩の真下になっています。そして大臀筋を締めて一直線を守りながら、そして手は自分の太ももの上かボースの上に支えています。そして息を吸って上の足を上げて、そして吐いてフレックスして下ろします。息を吸って上げて吐いてフレックスして、自分のニーキャップは膝蓋骨はずっと正面向けにしてください。あと2回です。吸って上げて吐いて下ろして、最後に吸って吐いて下ろします。はい、終わりました。それはボースを使ってサイドレグリフシリーズ1でした。もし私たちのニューヨークスタジオピラティスオンフィスが養成コースが商品について興味がありましたら www.pilatesonfist.com までお問い合わせください。バイバイ。